ドジャースの大谷翔平投手30が25日、日本時間26日、本拠でのジャイアンツ戦に1番 DH で先発出場。日米通算250号となる今季31号を含む4打数2安打1打点でチームの勝利に貢献した。初回の第1打席は相手先発ウェブから死球を選んで出塁。 2回2し13塁の第2打席は痛烈な打球を放ったが、相手右腕に候補され、遠ごろに倒れた。4回2し1塁の第3打席はウェブの高めシンカーを振り抜くと、打球は左翼方向へ。1塁ベースを回った大谷はスピードを緩めることなく一気に2塁を落とし入れ、最後はベースに滑り込み間一発でセーフ。高走塁で2塁だとした。 6回虫1類の第4打席は中飛だった。8回の第5打席は相手4番手、タイラー・ロジャースのうちよりスライダーを完璧に捉え右翼ポールサイ三31号ソロ。これで日米通算250号に達した。ダイヤモンドを一周しベンチに戻ると、デイブ・ロバーツ監督がひまわりの種を投げて祝福。本来はティヘルナンデスの役だが、 この日は大家の自打者、二番打者として先発出場していたため、指揮官が代役を務めた。この日は、昨年11月に左肩を手術した通算210勝左腕のカーショーが復帰当番。レギュラーシーズンに限ると、昨年9月30日のジャイアンツ戦以来299日ぶりのメジャーのマウンドで4回72球を投げ、6安打2失点、6奪三振だった。 カーショーの復帰を祝うように打線も1対2の4回にインヘルナンデス。バーンズの連続的自我で逆転に成功すると、5回も加点。4対4の8回にはアーメド、大谷の2者連続アーチで勝ち越しに成功した。左腕に白星こそつかなかったが、勝利で復帰当番を飾った。試合後、大谷はシリーズ勝ち越し、3勝1敗。 できていい試合だったなと思いますと笑顔。8回の31号ソロにはその前に、アーメドの大きいホームランが出てたので甘い球をしっかり打てればと思いました。高かったので切れなければと思ったけど、切れずに行ってくれてよかったですと振り返った。また、日米通算250号は知らなかったので、今あれ、聞きました、でしたけど、 もっともっと打てるように継続して頑張りますと意気込んだ。大谷翔平投手、30、が25日、日本時間26日、本拠でのジャイアンツ戦に1番、DH で先発出場。日米通算250号となる今季31号を含む4打数2安打1打点でチームの勝利に貢献した。初回の第1打席は相手先発ウェブから死球を選んで出塁。 2回2し13塁の第2打席は痛烈な打球を放ったが、相手右腕に候補され、遠ごろに倒れた。4回2し1塁の第3打席はウェブの高め進化を振り抜くと、打球は左翼方向へ。1塁ベースを回った大谷はスピードを緩めることなく一気に2塁を落とし入れ、最後はベースに滑り込み間一発でセーフ。高走塁で2塁だとした。 6回虫1類の第4打席は中飛だった。8回の第5打席は相手4番手、タイラー・ロジャースのうちよりスライダーを完璧に捉え右翼ポールサイ三31号ソロ。これで日米通算250号に達した。ダイヤモンドを一周しベンチに戻ると、デイブ・ロバーツ監督がひまわりの種を投げて祝福。本来はティー・ヘルナンデスの役だが、 この日は大家の自打者、二番打者として先発出場していたため、指揮官が代役を務めた。この日は、昨年11月に左肩を手術した通算210勝左腕のカーショーが復帰当番。レギュラーシーズンに限ると、昨年9月30日のジャイアンツ戦以来299日ぶりのメジャーのマウンドで4回72球を投げ、6安打2失点、6奪三振だった。 カーショーの復帰を祝うように打線も1対2の4回にインヘルナンデス。バーンズの連続的自打で逆転に成功すると、5回も加点。4対4の8回にはアーメド、大谷の2者連続アーチで勝ち越しに成功した。左腕に白星こそつかなかったが、勝利で復帰当番を飾った。試合後、大谷はシリーズ勝ち越し、3勝1敗。 できていい試合だったなと思いますと笑顔。8回の31号ソロにはその前に、アーメドの大きいホームランが出てたので甘い球をしっかり打てればと思いました。高かったので切れなければと思ったけど、切れずに行ってくれてよかったですと振り返った。また、日米通算250号は、知らなかったので、今あれ、聞きました、でしたけど、もっともっと打てるように継続してなん。